死の紋章、チストポリ、あるいはチスタイは、ロシアのタタールスタン共和国にある都市で、ウラルサンムヤクサイロクを流れる鎌川の砂岸に面して立つ。下流のボルガ川本流のクイビシェフダムによって作られた人造湖、クイビシェフ湖は、支流の鎌川のこの辺りにも広がっている。共和国首都火山からは南東へ 140km。人口は63,029万人。 65,468人。2009年の推定人口は61,105人。歴史記録にチストポリの村が所出するのは17世紀末から18世紀初頭の頃になる。当初は広い野原を意味するチストエポーレというのであった。1761年には人口は1000人を超えた。1781年には皇帝エカチェリーナ2世の地方行政改革に 友内氏の地位を与えられ、独自の文章も制定された。やがて地名は、チストポリと短縮されて呼ばれるようになる。19世紀末には、チストポリは、ボルガ地方の穀物の一大交易地となっており、後には、工業も成立した。ロシア革命の起こった1917年以前の、火山県では、チストポリは、県と火山に次ぐ、大きな町であった。第二次世界大戦では、 ソ連西部の各地からの工場がチストポリに疎開した、ほか、小説家もこの地へ疎開した。ボリス・パステルナーク、レオニード・レオノフラが、その代表である。市内では10以上の工場が創業しており、時計、食品、船舶などを生産しているほか、ドイツのシーメンス社との合弁による自動車、部品工場もある。ありがとうございます。